奇病患者小児科病棟続きからやっていきたいと思います。いやー、今回のってか前回のパートはね、みんなのいろんな感情が入り乱れておりましたね。デクスターも大暴走でしたし、マーシーのラブが暴走してたし、カンダ今暴走って言った、暴走してましたし、まあそしてエドがね悩んでますね。まあエドは実際デクスターに一回殺されかけてるからな、引きずっちゃうよな。で今回はエド視点で、まあ他の患者の子たちや他の子たち、ゼノとかリリーかなに、まあ、多分デクスターのことどう思ってるんって聞いて回るんだと思う。まずキティに聞いてみようか。キティは普通に接したよね。ねえキティ、君はデクスターのことを許してる？それとも許していない？君とアイリは仲が良かった、許せるわけないか。怒ってる。にゃい、あ、喋った。許せてにゃいは喋れるやん。キティ、君、言葉が。でも、デクスターは私のために、毎日ご飯のメニューを変えてくれたり、ブラッシングもしてくれるの。私はもうただの猫ににゃっちゃったのに。うん、知ってるよ。ちゃんと見てる。にゃ、変わろうとしてる、デクスターは。にゃから私も、変われたらいいにゃって。許せない、うん、許せるくらい、優しくにゃれたらって。ふにゃ、猫に戻った。キティ？猫語。キティ、ありがとう。みんな乗り越えてんだよな。大人だな。なんかすごい、あれ、感情が入り乱れてるこのゲーム。エド、どうかしたの？ギルは当時ここにいなかったの。ああ、いた組に聞く？ギルはデクスターのこと好きかい？うん、優しいもの。大好きだよ。レイラとかなんて言うかね。そうだよね。ごめんね、変なこと聞いて。それだけなんだ。また来るね。ん？そう？また遊んでね。バイバイ。ああ、エド。ミーシャは当時ここにいなかったの。ミーシャはデクスターと仲良しだっけ？うん、よく話すし絵本も読んでくれるわ。デクスターはみんなと仲良しだと思うよ。あ、でもちょっとよそよそしい子もいるのかな。誰にでも苦手なタイプっているもんね。多分前からいる子だよな。そっか。話してくれてありがとうね。ビクトリアとかなんていうかだよな。はい。エミリーは当時ここにいなかったな。エミリーなんならデクスターちょっと好きな感じじゃない？乙女女子だしな。こんにちは、エド。エミリーはデクスターのこと、どう思ってる？好き？苦手？好きよ。料理が上手だし、それにとっても優しいもの。あと顔が半分隠れていて見えないけど、多分結構いい感じの顔だと思うの。エドはどう思う？そう思わない？顔？いや、あんまり興味ないかな。マザーマーシーは見たことあるんだって。うるわしい顔なんだって。私も見たいよ。いつかは見れるといいね。うん、恋に生きてるわ。じゃあビクトリア、まあ問題の昔からいる組だよな。ヤッホー、エド、どうしたの？ねえ、ビクトリアはデクスターのことをどう思ってるの？事件のこと？うん。私はね、正直まだ信じられないの。デクスターやマザーベルがしたことが。だって、私はずっとこの部屋にいて、部屋の外で会ったことは話しか入ってこなかったから。同室の子が死んじゃったとか、悲惨なものを見てしまったとかなら、また違ったのかな。自分が冷たい人間みたいで嫌になる、そんなことはない。デクスターとマザーベルが事件を起こしたのは変わらない子、事実なのにね。私の中であの二人は初めて会った頃と変わってないの。そっか、話してくれてありがとう、ビクトリア。うん、またいつでも来てね。まあ、何もかも国がちゃんとな、対策してくれれば本当に起きなかったかもしんないんだよな、この事件。ロビンは当時ここにいなかったな。エドじゃん、私に何か用？ロビンにはデクスターのこと、どんな人に見えるの？デクスター？からかいがいがある。あとは、奥手っぽいよね。マザーマーシーと、おと、今のはなしで。やっぱ旗から見てもわかる？エドはわかんねえのか。昔流行った草食系男子って感じがする。デクスターは、何でも食べるよ。エドさん、そういうとこやぞ。ははは、ウケる。違う違う。まあ、わかんなくていいよ。なんかロビンの方が大人っぽいんだが。なんかぐいぐい行くの苦手な感じだよねってだけ。そうなのかな。これで逆に肉食系ならそれはそれで面白いんだけどね。だからデクスターは何でも食べちゃうよ、エドさん。あはは、
じゃあ雑食だ、デクスターは。そういうことにしとこ。雑食系男子か。それはそれでまた。あんまりわかんなかったけど、いろいろ話してくれてありがとうね、ロビン。いえいえ、また遊びに来てね。バイバイ。レイラ、レイラは引きずってんじゃない。レイラ、ちょっといい？おう、エド。ねえ、聞いて。昨日デクスターが教えてくれた本、すごく面白かったの。ケチャップ探偵。やっぱり、すっごい出てくるこれ本。トマト探偵ケチャップっていうシリーズで。エド、どうしたの？うん、何も。そういえば話があるんだったかしら。下手にプレッシャーかけれないもんな、この状況。忘れちゃった。あら、じゃあ思い出したら言ってね。うん、そうだね。何もなし。レイラもあんまり引きずってはいない感じだね。ルカスは当時ここにいなかったの。そうだね、ここにいる面々もほぼいなかったメンバーなんだよな。あとテオか、いたの。エド、部屋に来るの珍しいね。ルーカスにはデクスターがどう見えてる？デクスター？そうだな、結構ドジだと思う。え？だって花に触っちゃダメって何回も言ってるのに、うっかりよく素手で触っているし、あとマザーマーシーに注意受けてるところを頻繁に目撃する。そうなんだ。そうなんだ。デクスターがどうかしたの？うん、気になっただけ。ありがとうね。終わり。デクスターもドジなところがあるんだな。触るなって言われてんのに何回も触っちゃうんだね。おい、じゃあまあ昔からいる組。エドか、どうしたの？テオはデクスターのことをどう思ってるの？今は読書友達だよ。友達？そうだよ。何も覚えてないわけじゃないよね。あんなの100年経ったって忘れられないだろ、ごもっとも。それでも君は許せるんだ。それについては俺もよくわからない。でもデクスターのこと好きだよ。でもあんなことしたのに。エドはどうして俺にそんなことを聞くの？許す許さないなんて自分だけで決めればいいのに。達観してる。なんか患者の子たち結構大人びてんだよ。味方が欲しいだけでしょ。そしたら罪悪感は薄れる。女すっごい言うじゃん。そんなこと、まあ聞いて回るのは止めないけどさ、こういうことは自分だけで決めた方が後腐れないよ。ゆっくり考えるよ。うん、それがいい。大人だな。なにこれ、子供小児か、ここ本当に。精神大人病棟だよこれ。エド、どうしたの？診察終わったでしょ。レオンは当時ここにいなかったな。レオンは苦手な人がいるときどうする？え？どうかな。今は別にいないしな。離れるかな。無理に近くにいようとは思わない。まあそうだよな。だよね。苦手な人がいるの？苦手っていうか、よくわからないんだよね。近づきたくないわけじゃないなら苦手じゃないかもよ。何かきっかけがあって苦手と思い込んでるかも。うん、そうだね。ちゃんとお話ししたら楽しいかもよ。あはは、そうかもね。ありがとう、レオン。意外と確信つくこと言うな、子供たち。あ、で、こっちなんか、この部屋気にならんてか。なんでここだけ何もないの、ずっと。いるんかな？誰かいるんかな？本当はここに寝てたりすんのかな？俺、透明な子を忘れられねえんだけど。まあ、最後。話せる？クリスは当時ここにいなかったな。まあ、感情は伝わってんじゃない？デクスターのこと嫌い？やっぱ伝わってる。あ、心配しなくても他の子にはデクスターのこと言ってないよ。嫌いなの？わからないんだ。デクスターは頭の中がいつもごちゃごちゃしてるんだ。俺たち患者のこととか、大好きなマーシーのこととか、スージーの心配、今夜の夕飯のメニュー、薬品、あと殺しちゃった子供のこともよく考えてる。なのに自分に関することは何も考えてないんだ。何一つ思ってない。あんなにいろんなこと考えてるのに。本当に罪滅ぼしのことしか考えてないんだな。かばってるわけじゃないけど、多分デクスターは優しい人だよ。優しいからこそ二人のためになんだよな。頑張ってたんだよな。うん、わかってる。それだけ。はい、出て行って。
追い出された。クリス、ありがとうね。笑ってる。このゲーム、まあなんだかんだやっぱデクスターのことって許しちゃいけない事件だったのにさ、それをなんつうんだろう、ほっぽらかしにしないでちゃんとそういうのをしっかりケアしていくっていうか、ちゃんと回収していくのいいね。デクスターの事件やっぱほんと忘れられないもんな。いる？あ、まだ話しかけられん。二人は仲？おいおい、相引きかお前ら、許さんぞ。俺というもの、男がおりながら。ああ、お帰り。長かったね。そんなに難しい範囲なの？二人はデクスターをどう思ってる？まあ、この二人もな、昔からいる組だかんな。急にどうしたの？ずっと思ってたし、ずっと聞きたかった。許せるの？許せないの？ちょっとエド、答えて。私は許してる。冗談でしょ。真剣な話をしてるのに冗談なんて言わないよ。リリーにおいては親友殺されてるしな。あの場面を見たのにそんなこと言えるの？あの事件当時のデクスターのことは許せないけど、今のデクスターはみんなのために必死に働いてるわ。なんでそんな簡単に割り切れるの？デクスターがあんなことしなかったら、マリア・ローズもブライアンももっと一緒にいられたんだよ。そうかしら。そうに決まってる。でもあの事件がなかったら二人は死神になってないわ。今こうやってたまにだけど会えることもなかった。あのまま死ぬのを待つだけだった方が良かったと思う？私はそうは思わない。それは、だからといってあの事件があってよかったなんて思ってない。でもここでその二人の名前を出すのは卑怯よ。じゃあリリーは二人があの時死んで正解だったって言いたいの？そんなわけないでしょ。ただあの事件がなかったら死神にはなれなかったって言ってるだけ。僕にはわからない。デクスターを許すことは死んじゃったみんなへの裏切りなんじゃないの？エドはあの事件の直後のスージーとマーシーをちゃんと見てた？苦しんでたって言ってたよな。デクスターが戻ってくるまで二人とも全然眠れなくて、いつも目元にクマがあった。私たちの前では気丈に振る舞ってたけど、全然そんなことなかったんだよ。デクスターが戻ってくるのがあと少し遅かったら、もしかしたら死ぬって言ってたな。だから私はデクスターがここに戻ってきた当初からデクスターのことは許そうって思ってた。大好きな二人が救われるならってことなんだべな。大人すぎる。過去を全部水に流すことはできないけど、これからのデクスターのことは受け入れようって思った。ゼノ、君はどうなの？正直わからない。みんなきっとそうだよ。でも許す努力はしてる。デクスターが戻ってきてなかったら、多分ここってもう機能してなかったと思うよ。エドだって分かってるんでしょ？エド、許せとは言わないけど、そういう風に味方を増やそうとするのは良くないよ。言われてる。うるさい。二人とも嫌いだ。エド。嫌いだって。そんなこと思ってないくせに。ねえ、リリー。ほんとゼノったら。だから泣かなくても大丈夫だよ。ゼノも優しい。今までだっていっぱい喧嘩するたびに仲直りしてきたじゃん。ね。うん。なんだかんだゼノ空気読める子なんだよな。どうする？どこに向かうん？こっから先向かう場所なんかないぞ。ここしかないぞ。こっち？一緒にケチャップ探偵見て仲良くしようぜ。なんもない。スージーの部屋かな。あとは男子トイレか女子トイレぐらいしかないぞ、行くところ。おい。マーシーは？ナスステーションだもんね。あれ？戻ってきてる。まあ、いっか。はい。あら、まだ何か？許せてないのも許そうとしてないのも僕だけだった。そう、あなたが出した答えならそれもまた正解ですわ。
僕だって許したいよ。でも。あなたは直接被害を受けた唯一の生存者ですもの。その気持ちは当然ですわ。本当に死にかけてたからな。あの時デクスターはどうしてエドのことを殺さなかったのでしょうね。あの時のシーンが見れるの？ああ、どうして余計なことをしちゃったの、エド。日記もその暖炉の階段のことも知っちゃったら、生かしておけないじゃないか。僕を殺すの？ああ、昔の自分と被ったんだ。ダメだ。もう限界だ。できない。できないよ。テクスト。え？ちょっと僕に捕まってて。どこに行くの？怖いよ。え？自分から入ってったんだ。俺暖炉から落ちたもんだと思ったけど。暗くて怖いよ。テクスト、戻ろうよ。それは、もうできないんだ。どうして、君も僕の大切な人も殺されてしまうから。日記を読んで、今回の事件のこと、大体想像つくでしょう。この事件の黒幕はマザーベル。僕は共犯者。君をこのまま上に戻したら、スージーやマーシーに行っちゃうだろう。そうされると、僕的にも都合が悪いし、それに君は確実にマザーベルに殺される。嫌だよ、そんなの。だから僕は君をここに閉じ込める。マザーベルの目につかない最短ルートで来れる場所がここしかなかった。ごめん。ただずっとここにいても君は死んでしまうよね。薬のことがある。そうだよ。嫌だよ、デクスター、助けて。僕の助けたいものを全部助けるには、君がここにいるしかない。君が助かるためにも。どういうことなの？君が上に戻ってスージーとマーシーにこのことを伝えれば、三人とも確実に殺される。そもそも部屋に入った時点でもうアウトなんだよ。小型のカメラが配置されているから。伝えなければ、犠牲者は増える。多分、次はテオかゼノだと思う。ゼノも狙われてたんだ。まあ、そうだよな。ゼノにおいては一番健康体だしな。みんなで助かるには、スージーとマーシーに君を見つけてもらうしかない。そうすれば君は、スージーとマーシーに情報を誰にも知らせずに渡せる。君も助かる。本来なら、さっきの時点で僕が君を始末しなきゃダメなんだけど、僕にはもうできない。マザーベルには、薬を使って君の意識を混濁させて、僕の部屋に閉じ込めているよう伝えておく。時間稼ぎにはなるはずだ。君も標的だったんだよ、エド。そうなの？でもエドの体は使えないんじゃないか。どうなんだろう。ねえ、毒でただれてとか言ってたし。どっちみちここにいるしか助かる方法はないってこと？うん、そうだよ。そんな、僕、行きたいよ。相談していれば、もっと選択肢があったのかな。テクスト？大丈夫。見つけてくれる。きっと。僕がスージーとマーシーに直接言えたら一番いいんだけど、それはもうできない。そうすればスージーとマーシーが殺される。死ぬのはもう、僕だけでいい。頼んだよ、エド。こういうことがあったんだな。やだよ。待って、デクスター。一人にしないで。ごめんね。もう、かけるしかない。ごめんね。二人が見つけ出してくれたんだ。いいな、ツー。過去の知らなかったところ、根掘り葉掘り見れるのすごくいい。そういう経緯があったのですね。デクスターが僕を殺さずに閉じ込めたのは、みんなを助けるため。もう、後がなかったんだと思う。それでもみんなを助けるためだったとしても、僕はされたことを許せない。だって、僕は死にかけた。何よりも許せないのは、デクスターが
誰にも相談しなかったこと。ますます分からなくなった。許したいけど許せない。本人に直接伝えてみては。そのまま伝えてみればいいじゃありませんか。伝えてどうするの。どうもしませんわ。モヤモヤが晴れるかもしれないだけです。ずっとうじうじ悩むよりいいと思いますわよ。バカ野郎って言っておやりなさいな、エロ。デクスターも責められた方が逆にスッキリするよな、きっと。はあ。一発殴っておやりなさい。ちょこちょこ過激派なんだよな。受け止めなければダメよ、デクスター。いや、デクスターを受け止めるさ。まあ、殴るか殴らないかは、後で決めればいいか。ああ、気が進まないけど、行くか。はあ。いや、それでエドの心が、変わるのならば。いいね、この、いろんなキャラたちの心理描写見れるのすごくいい。お、デクスター。あーい、ごめん。今手が離せないんだ。マーシーだよね。鍵かけてないから入ってきていいよ。ゼノです。ゼロじゃね、間違えた。エドだけど、入って大丈夫かな。いっか、入っちゃえ。まあ、デクスターもさすがにエドが入ってくるとは絶対思ってないからな。チミドロー。ごめんね、マーシー。今ちょっと薬品いじってて手が離せないんだ。もうちょっとで終わるから待ってて。今朝はごめんね。床で頭は打たなかったかい。マーシー、聞いてる？マーシーじゃない。びっくりした。てっきりマーシーかと。いや、ごめん。勝手に入って。それはいいんだけど、どうしたの？ん？デクスト、あの血だまりは何なの？え？あ、うん、なんでもないんだ。ごめんね、驚かせて。いきなり殴られた。だからなんでそうやって、いつも大事なこと話さないの？なんで隠すの？あの時だって、今だってそうだ。なんで言わないんだよ。エド、言ってほしいんだな。うるさい、聞け。ちゃんと周りに相談すれば変わるかもしれないのに、なんでデクスターはそうしないの？僕は絶対許さないからな。あの事件のことも、君が周囲に相談しなかったことも、絶対に許さないからな。僕のことは、許しちゃダメだ。特に、君はね。あの血は僕の血だよ。今朝、奇病が暴発しちゃって発作が出たんだ。その時の血、今はもう収まってるよ。薬の効能が薄れてたみたいでね。じゃあ今デクスターが作ってたのは自分の薬だったのか。ごめん、邪魔して。ん？いや、これ僕のじゃなくてエミリーの薬だよ。新しく調合し直してるんだ。なんだの？なんで殴る？バカ野郎！なんで自分の薬を先に作らないの？優先順位おかしいでしょ。エド、ちょっと。黙れ！僕の話を聞け！はい。タジタジやん、デクスター。子供たちが大人すぎる。なんで自分のこともっと大事にしないの？薬を飲まなきゃまた暴発しちゃうんじゃないか。それだけ血が出たってことは大怪我でしょ。さらに怪我したらどうするつもりなの？考えすぎだよ。殴られるぞ、これ。あ、大丈夫だった。デクスターが自分のことを考えなさすぎなんだ。ちゃんと考えてたら、あの時だってスージーとマーシーに相談したはずだ。そしたら、ちゃんと言ってくれたら、変わってたかもしれないのに。今はそう思えるよ。ちゃんと相談しておけばよかったって。僕は未熟で浅はかだった。一人で救えると思ってた。でも、そんなことはなかった。たくさんの犠牲者を出して、たくさんの患者の心を傷つけて、守りたかったはずのスージーとマーシーのことも傷つけた。守るために殺すなんて、あっちゃダメなことだった。異常だった。ごめんね、エド。怖かったよね。ごめんね。怖かったよ。
あんなに暗い場所に一人ぼっちにして何考えてんだよ。体調も悪い日だったから血がいっぱい出て苦しくて死んじゃうかもって。悲しかったんだ。だってデクスターはみんなの奇病を治すのが夢なのに、なのに友達を殺して僕をあんなところに閉じ込めて、デクスターに殺されるかもって死んじゃうかもってすごく悲しかったんだ。うん、絶対許さないからな。うん、許しちゃダメだよ。みんなデクスターのことを許そうとしているのに僕だけ許せなくて、みんなと違ってて全然わかってもらえなくて、でも嫌いにはなれなくて、だからどうすればいいのかわからなくなった。うん、そしたらマーシーが直接本人に言ってみろって、もしかしたらすっきりするかもって。なるほど、マーシーか。そうか、どう、すっきりした？まあしょうがないな今のは。今すっきりした。そっか、それはよかった。顔面に一発入ってんね。デクスター、ん、ここに戻ってきてくれてありがとう。デクスターが戻ってきてなかったらこの病棟は今頃機能してなかったって聞いた。僕もそう思うから、だからありがとう。うん、役に立ててるならよかったよ。殴ったこと怒ってる？まさか怒らないよ。本来なら君には殺されても文句は言えないんだから。僕はそんなことしないもん。そうだよね。じゃあ僕行くよ。ゼナとリリーに謝らなきゃ。早い、謝り行くの偉い。何かあったの？嫌いって言っちゃったから。そうか、仲直りは早い方がいいよね。うん、行ってくる。いい子たちや。はあ、いてえ。マジか？殴り足りないのかな。いや、もうちょっと怯えてるし。どうぞ。まあ心配で来るよな。本日2度目の救急セットですわ。マーシー、あら、結構派手にやられてあげたのですね、デクスターね。もう子供の力じゃなくなってたよ。もう17歳ですもの。それにしても直接本人に言えだなんてひどいこと言うな。まあ君らしいけどね。こういうことはね、面と向かってドカンと言ってしまう方がいいのですよ。まあ一発殴ってやりなさいという助言は余計だったかもしれませんわね。3発来たからね。ああ、いいの入った。あら、よほど溜まっていたのでしょうね。は、もっと周りに相談しろってさ。ほんと、返す言葉もないよ。僕が言えたことじゃないけど、君も何かあったらちゃんと言うんだよ。息抜きもちゃんとしなきゃダメだよ。市長の仕事、大変でしょ。本当に、どの口が言ってるのかしら。大丈夫ですわ。確かに市長は思ってた以上に大変ですが、あなたの前ではマザーマーシーではなくただのマーシーに戻れますから。ちゃんと息抜きもできていますわ。そっか、それならよかった。それで殴られてみてどうです？すっきりしましたか？デクスターもだいぶ変わる目な。そうだね。あの子が僕にモヤモヤした感情を持っていたように、僕もエドに対してずっと罪悪感や後ろめたい気持ちがあったからね。殴ってもらえてよかったよ。では雨は上がりそうですわね。うん、ありがとうマーシー。なんかデクスターの病気いい方向に転びそうな気がしてきた。リリー泣いてるから謝らんとやぞ。ちゃんと待ってくれてるよ。もう謝り来たって突っ込まれるかも、ゼノに。おかえりエド。二人ともさっきはごめんね。今デクスターと話して言いたいこととか、ん？ごめん、言いたかったこと全部言ってやったんだ。そっか、道理ですっきりした顔してるわけだ。うん、殴ってやったんだ。いいね、君なら一発くらい殴っても許されるよ。三発。三発？リリー、
ごめんね。僕、君のこともゼノのことも大好きだよ。知ってるわ。うん、ずっと親友だからね。なんかいいな、この三人仲良しってのが。マーシー・スージー・デクスターみたい。そういえばクリスがチラッと言ってたんだけど、デクスターってマーシーのこと好きなの？うん、そうだよ。え、知ってたの？エドだけだよ、分かってないのは。いや、バレバレじゃない？みんな知ってるよ。デクスターは結構顔に出るタイプだよ。実はチェストにマーシーの写真しまってあるのよ。うわぁ、バレてる。それは初耳だ。どんな写真？ね。その間抜けな顔やめてよ。全然マーシーに似てないし。っていうかそんな変な顔してるの？ニーリー。顔真似下手くそすぎるでしょ。ちょっと見たいんだけど。普通の写真だったと思うけど。だって本当にこんな顔してたんだもの。というか写真の説明って口頭じゃ難しいよ。それもそうか。気になる。見てみたい。見に行く？お、リリーが悪い顔してる。行っちゃいますか？リリーさん、エドさん。やるっきゃね。恥ずかしいよ、これ。ああ、悪ガキたちが行く。すごいほのぼのしてる。鼻血止まりましたわね。よかった。本当にね。また殴られたところは痛むけど、いや、まだか。まだ殴られたところは痛むけど、これは僕への罰だから受け止めるよ。もう一個罰が来るよ。あなた今日はなんだかボロボロですわね。まだまだやられるよ。散々な日だな。まあこれ以上悪いことはないでしょう。多分もっと悪いこと来るよ。それもそうですわね。マーシーの前で恥ずかしめられるよ。はい、ちょっと失礼しますよ。びっくりしましたわ。大勢でどうしたのですか？あ、道を開けてください。リリーさん通られます。さあどうぞリリーさん。あ、こっちよ。いや、恥ずかしすぎるこれ。何かを探しているようですわね。気づく？あ、気づいた。まさか。ふふふ。まさか。ああマーシーの前で見せられる。見つけた。おお、うわあ、まったく、よりによってなぜあんな顔の写真を。いやー、本当にあるとは。大事そうに奥の方にしまってありましたね。ねえ、リリーさん。うむ。なんでそこに写真があること知ってるわけ？国家機密よ。なんで知ってるんだろうか。マザーマーシー、どんな気持ち？恥ずかしい、恥ずかしい。きゃー、やだ、デクスターってば、ですわ。微妙な反応。その反応、君ももしかして知ってたの？あ、みんなにバレてる。どうしてあんな顔の写真なのよ。もっとマシな顔の写真はあるはずですよ。いや、あの間抜けな感じの表情が気に入ってるんだけど。間抜けとか言ってる。なんか歪んだ性癖なんじゃないの？だとしたらだいぶコアな性癖だよ。マザーマーシーかわいそうに。変なことを言うな！もっとよく見せてよ。あ、さっきのリリーの顔真似結構いい線いってたね。でしょ？ああ、めまいが。まあ、いろいろやってきたからな、デクスター。ちょっとデクスター、しっかりしてください。あらら、そんなに恥ずかしかったのかな。まあ、写真の本人の前で暴露されたら死にそうになるでしょうね。マザーマーシー、デクスターの前では、あの顔で過ごしてあげれば、喜ぶんじゃない？うわ、見て。やってるとこ見て。あなたたちもいい加減にしなさい。ああ、本当に散々な日だ。なんか、スージーが病棟行った時はどうなるのかなとか一時は思ってたけど、なんかすっごい楽しそうな雰囲気に変わったね。スージー、大丈夫ですか？終わりましたよ。最初のあの、暗雲が立ち込めてたのがだいぶなくなった。もう晴れてる。快晴今。お疲れ様です、スージー。今日はここまでにしましょうか。うん。体は大丈夫ですか？痛みは？痛み止めを飲めば平気だから気にしないで。それならいいんですが。どう？順調なの？大丈夫。どうにかなります。どうにかします。行き詰まってそう。そう。まだ始まったばかりなんですから気長にね。行きましょう。そうね。ついでなんで眼帯、新しいのに変えませんか？そうするわ。今手をつなげてもらったばかりだから、自分ではできないの。マーシャル、お願いしてもいいかしら？もちろんです。これ初めてじゃあ眼帯なしの見れんのか？もう少し右かしら。
この辺りですか？ええ、その辺りでお願い。よし、これで OK ですね。台から降りてもいいですよ。ああ、そうだ。頬の絆創膏も変えちゃいましょう。お？うん、これはこのままでいいの。でもそれずっと貼りっぱなしですよね。ちゃんと変えた方がいいと思いますよ。なんかしら思い出があるんだな、きっと。大丈夫。まあ、あなたがそう言うなら、これ以上何も言いませんが。今日はもう行っていいかしら。少し疲れてしまって。ああ、そうですよね。すみません。ゆっくりお休みになってください。ええ、また明日ね、二人とも。行っちゃった。マーシャル、ベルといて怖くないんかな。ベルさん、僕何かまずいこと聞いちゃいました？どうでしょうね。あの絆創膏、私も理由を知らないですから。サリバンじゃないか？そうですか。まあ、昔怪我した時の何かなんだろうな。多分マーシーと同じ類だろうね、きっと。はあ、つかの間の自由時間ね。ん？いろんなとこ見て回れんの、これ。見て回れんね。お、他の職員さんもいる。あら、お疲れ様、スージー。ええ、ありがとう。何を読んでいるの？ん？ファッション誌よ。ファッション誌？ええ、もしかして、読んだことない？ほら見て、今年の秋はこの色が流行りみたいよ。そうなんだ。サファイアみたいな綺麗な色よね。あなたによく似合いそうじゃない？ここから出たら楽しいことたくさんあるわ。頑張りましょうね。ええ、ありがとう。めっちゃいい人やん。最初にいたあの研究員たち比べ物になんねえぐらいいい人やん。休憩室はテレビ見てる人いる。お疲れ様、スージー。どうかした？テレビがついてる。そりゃそうよ。15年ぶりに見た。そっか、情報統制されてるんだっけ？あなたたちの病棟。うん、見ない方がいいかしら。あら、大丈夫よ。ここにいる人はみんなあなたがテレビを見ようが見まいが気にしないわ。いいのかしら。生真面目ね。誰かの影響？多分ね。真面目もいいけどね。たまには悪い子にならなきゃダメよ。人生損しちゃうから。そうね。もっともなこと言ってる。この番組は何なの？女兵衛報道番組ね。不倫ですって。バカじゃないの？不倫か。よろしくないな。マザビル怒るよ。純愛だったからな。不倫ですってとかって。もう勝ち切れちゃうかもしれない。こっちは誰かいる？あ、一人いた。最初に、これかな。見てくれた人だよね、多分。いや、耳の調子はどうかな、やっぱり。うん、良くなってると思う。ちゃんと聞こえるから。そうかい、それは良かった。他にどこか悪いところがあれば言うんだよ。俺は大体ここにいるから。オッケー。うん、ありがとう。あなたはお医者様なの？一応免許は持ってるから。そうなのかな。所長に頼まれてこのラボにいるんだ。そうなのね。きっと外科の腕は君の方が上だよ、スージー。ここを出たら医学部に進んでみるのはどうだ？俺の母校はなかなかいいところだったから紹介するよ。私、勉強は苦手なの。だから医学部は行かないかな。何？はは、そっか。ゆっくり将来のことを考えてみるといいよ。よっぽど腕がいいんだな、スージーもまた。スージーがいいって褒められてるのにさらに上なのがマザーベルなんだね。なるほど。入れた。マーシャルの部屋か。これ何これ？あ、外にも行ける。ちょっと豪華すぎん？マーシャルさんのお部屋。おい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 。まあ、しょうがねえか。偉い人だしな。なんか写真入ってないの？入ってねえの。他の人の部屋も入れんのかな？入れない。残念。あ、残念。終わりかな？じゃあ時間もいいところまで来てるし、今回はここまでにしましょうかね。とりあえず自分の部屋前で待機かな。いやー、なんかだいぶ和やかな雰囲気になってきたよね。最初のあの殺伐とした地獄みたいな空気、どうなった？最初の頃とか俺泣いちゃってたんだけど。はい。まあとりあえず一旦終わりましょうかね。シュウヤンでした。いやー、楽しいです。小児科病棟。またね。